高い旅費のシンガポール、行く価値はあるか閉塞感の日本から脱出を目論む人も多いシンガポール。旅費はいかにも高そうだが、実際はどれくらいだろうか。シンガポールに近いフィリピンへ移住した男は、現地への実際の渡航時の旅費について語る。旅費が高いシンガポールってどんなところ日本から飛行機で6時間の東南アジアシンガポール。俺が移住したフィリピンももちろん、 周辺の他の国に比べて旅費が高いのは有名だが冬のない南国であり多くの人が海外から移住している多国籍国家であり中国語のほかに独特のなまりはあるものの英語が通じるそして交通やネットの状況などのインフラが整っており厳しい条件が有名で現地の治安は日本以上にいい海外に行く場合でもきれいで便利な場所を好む日本人には人気の旅行先となっている。 マレーシアから独立した小さな都市国家であり、車を使えば一日で全て回れてしまう程度の広さ逆にこのコンパクトさが人気で日程に余裕のない多くの日本人旅行者にはむしろ旅がしやすい国とも言える綺麗なリゾートに足を伸ばそうと思えば近郊のインドネシアやマレーシアに気軽に渡ることも可能安全にナイトライフを楽しみたいあなたにもおすすめできる シンガポールへのの旅費の概算まずシンガポールへの旅費として最も大きくなる航空チケットだが LCC なら往復4万円かからないものの LCC 以外の直行便で高い時期だと9万円ほどになるケースも次にお金がかかるのが宿泊費安いゲストハウスなら3000円以下でも泊まれるが基本的には7000円以上と考えておきたい フィリピンでは2000円台でも泊まれるところがゴロゴロあると考えるとやはりシンガポールは高めシンガポール料理は日本人の味覚にも合う美味しいものが多いがわざわざシンガポール旅行に行ってフードコートや屋台ばかりで済ませるわけにはいかないだろう基本的に物価や人件費がすでに高いシンガポールでは食費の安い日本と比べレストランでの食事は東京以上にかかると考えておきたいありがたいのは 現地で w i f i を使う場合の SIM カードが安くで容量が多いことまた交通の便が良い割に交通費は東京などよりもずっと安く済む。シンガポールの旅費は3泊なら安く抑えれば5万円台高い時期にチケットを取れば当然10万円は軽く超えてくるマリーナ・ベリ・サンズのような有名なホテルに泊まればもちろんこれで収まるわけはないデュッセルドルフ ドイツでスウェーデン人女性と恋愛し人生逆転を図るのはモテ仲間の山地氏奥さんから感謝されないとぼやく彼も俺と同じマゾコンであることをよく知っている